はい、皆さんこんにちは。神戸鉄道グループ副総裁のハイタでございます。はい、本日はね、まあもうこれアフレコなんですが、音声は、はい、特急あずさ49号の、グリーン車に乗って立川駅から甲府駅まで乗っていきたいと思います。はい、ちなみにですかね、これ私もハイタですでにこの後に1回またグリーン車乗った後なので、その動画はね出そうと思ったんですが、ちょっとねもう疲れすぎてしまって、はい、東京から伊佐温泉駅までグリーン車乗ったんですけど、結構珍しいですよ。大体私はやって立川から甲府なんで、はい、東京から伊佐温泉駅までグリーン車乗ってまいりましたが、その動画はありませんのでご了承ください。その代わりにねこの動画をね投稿したいと思います。短いですがね、この列車あずさなのでね、車内販売もある列車でございます。あずさ49号松本行きですね。はい、あずさ49号というとあれですね、海事47号が東京発竜王行きなんで、この次の列車ということになります。45号と43号41号がね全部あずさでしたね。はい、今はねちょっと海事になってしまいましたが、43号は、はい、それではね9号車グリーン車に乗車していきたいと思います。はい、あちなみになんですが、私はやってね本当にあれなんですよ、動画が結構ね溜まってしまいまして、今絶賛編集消化中なんですね。もうクラウドもね満杯ですので、何テラもあるのに、はい、ということでね、はい、今回座るグリーン車はちょっともう座席を覚えてないですが、やはり一番後ろでしたね。今回あずさ号のグリーン車に乗車します。はい、立川駅、今回まあ私早いてなのもあるあるですね、 CD 席です。いつも通り甲府盆地が見える座席の方にしました。それではね立川駅発車します。ここから先ね放送が流れると思います。はい、立川駅出発直後ということもありまして、そんなに詳しい放送はありませんでした。でグリーン車の内部はこんな感じで、赤いレッド系ですね。はい、まあブドウがね有名ですので、山梨県と信州はグリーン車はねそのブドウにちなんだ赤い感じのね、まあ豪華というか大人っぽいね質感に仕上げられています。はい、これはね立川駅から八王子駅の間で、今トヨタ車両基地ですかね、はい、中央快速線の E233 系や中央線の特急列車などがね普段入っている車両基地の近くを現在走行しております。今ちょっとそこにいるのかはちょっとわからないんですが、はい、この近辺ですね。はい、やはりね夜と なるともうほとんど周りが見えないんですが、まあ、そうは言いましてもね、はい、東京ですのでまだ明かりがいっぱいあります。これがね今度この後に、ね、山梨県入ると結構もう暗くなりすぎちゃって外が見えないというね状態になってしまいます。甲府盆地または大月駅の近くになるまで光がないというね、まあ、あるんですが本当にまあポツポツと光があるぐらいになってしまいます。はい、今トヨタ車両基地もう真横を通過しております。やはり E233 系ですね。まもなく八王子に到着いたします。横浜線八甲線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。八王子の次は甲府に停車いたします。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 八王子。 Passengers changing to the Yokohama line and the Hachiko line, please transfer at this station. The stop after 八王子 will be 甲府。 Thank you.
放送聞いてね、まあ、昔中央線乗ってた方はね、特急乗ってた方はちょっと驚くと思うんですけど、あれなんですね、今の特急列車って立川から八王子までのね、まあ簡単に言うと新宿から立川、新宿から八王子の中央もね織り込まれているんですね。これはなぜかと言いますと、今までね通勤ライナーが存在したんですが、現在通勤ライナーは廃止されてしまいました。その代わり通勤特急八王子号、青梅号が運転されております。しかしながら特急料金が適用されます。なぜならこの特急列車はまあ梓開示ですが、八王子青梅に関しても通勤特急なので同じ特急列車なのです。そのため、まあ、いわゆる分散現象が起きまして、まあ、いわゆる今までは中央ライナー、青梅ライナーに乗った方が安かったからわざわざそれを乗った。しかしながら現在はね、開示あずさと全く同じ特急料金で八王子と青梅に乗れる。それならばわざわざ八王子青梅を待たなくても開示あずさに乗ればよい。そういう理由もあって今はね、開示号あずさ号も通勤ライナーと同じような役割を担っている区間が立川八王子までとなっております。昔はね、立川八王子で降りるような人っていなかったんですよ、本当に。まあ、もちろんいたんですが、あんまりメジャーではありませんでした。しかしながら現在はもう結構メジャーになってまして、利用客の 1-2割は立川八王子で降りてしまいます。まあ、もちろん乗ってくるんですが、ひどい時には半分ぐらい降ります。はい、まあ意外と有名な話ですがね、まあ、開示は 100% 降りるのは当たり前なんですが、甲府駅でね、あずさはね 50% の人が降りるというね、まあ、半分以上ですね、半分以上の方が降りてしまう。まあ、それにね、まあ、八王子立川が加わったって感じですね。もちろん八王子立川から甲府方面まで乗車する方ももちろんいらっしゃいます。はい、反対側にはね、横浜線のホームがあります。私早くはね、横浜線はまだ、橋本までですね、八王子駅から橋本駅までしか乗ったことがありません。それ以降はね、まだちょっと乗ったことがないんですよね。南部線はね、結構乗ったことあるんですがね、南部線は武蔵小杉から立川まで乗ったことあります。はい、武蔵野線も南越谷まで乗ったことあります。府中本町からですね。で、まあ、あれですね、何のビルか分かりませんが、いろんなお店が入ってますね。私はやての中ではね、結構八王子駅よりも立川駅の方が賑わってんじゃないっていう感じがあるんで、まあ一応半分程度なんですが、立川の八王子の利用客としては立川の半分程度なんですが、そうは言ってもね、5万人を超えておりますので、比較的大きい駅であることは間違いありません。それでね、駅の目の前にこれだけ大きなね、まあ、ショッピングモールって言えばいいのか分かんないんですが、まあ、駅ビルみたいなものがありますね。赤に黄色い M のね、すごい有名なお店もありますからね。はい、それでは八王子駅を出発します。八王子駅はね、おそらくこの特急列車の運転士の乗務員交代があったはずです。乗務員交代、立川ではねやらないみたいなんですよね。まあ、ギリギリすぎるっていうこともあると思いますが、この列車は特急梓49松本行きです。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は、座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でも、この先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯すると、まもなくご予約いただいた方に進めますので、恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。グリーン車は9号車です。トイレは1号車、2号車、4号車、6号車、8号車、9号車と11号車に入ります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。甲府に停車します。
IC カードをご利用いただけません。甲府から今部線を乗り換えて新幹パスモなど IC カードでご入場のお客様、車掌がお近くを通りました際にお声かけください。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Azusa Limited Express bound for Matsumoto. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant, it may have been reserved for a later part of the journey by another passenger.So, the seat lamp will turn yellow before arriving at the station where that passenger will be. And we ask you to please give up your seat at that time. Card 9 is for passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 1, 2, 4, 6, 8, 9, and 11. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone,Please go to the end sections near the doors. The next stop will be Corfu. We wish you a pleasant journey. Thank you. はい、言い忘れていましたが、八王子駅出発後は詳細放送がこの時流れました。はい、なので、ね、かなり長かったです。はい、もうね、この区間は高尾駅を通過して地方の方に入ってまいりました。こんな感じでね、先ほど言った通り、まあこれは多分トンネルの中のような気もするんですが、どうですか？トンネルの中じゃなかったですね。こんな感じでね、もうほとんど家もないんですね。まあもちろんね、街とかもないので、もう真っ暗です。はい。そしてね、ピント合わせるのも結構難しいんですよね。こんなに夜遅くなってしまうと。これを普通のスマホで撮ろうとしてしまうと、もうピントが全く合いません。はい、なのでね、明るいところで1回ピントを合わせて露出などを固定させてから撮影するので、ちょっと暗めの動画になってしまうんですが、まあ、それでも露出の、ね、調整は結構頑張って工夫してますので、まだ結構ちゃんと撮れてる方だと思います。このようにね、中央線は本当に山の中を走っているのでね、もう明かりがポツポツと見えるぐらいにとどまります。ちなみにですがね、崖になってる場合もあるんですね。私の見ている方がいわゆるね、AB 石油方面にね、まあ景色が見える場合も実はあるんですが、もうその見分けがね、つきづらいんですね、結構。はい、車内の照明はね、さすがにね、その崖のところまでに当たらないんですよね、もう光が。そういう関係でね、もう暗い景色をね、まあ目をね、よく凝らしながら見なければもう景色を見ることはできません。まあ、このスマホはね、今撮っている映像に関しては人間の目で見るよりは少し明るく撮れてます。ただね、もう光源がほぼないのでもう全然わかりません。あ、今駅通過してるんですが、はい、あ、皆さんお気づきでしょうか。これ現在大塚駅を通過しております。大塚駅通過は撮っておいたんですね。はい、大塚駅をね、まあ、あずさは基本的に大塚駅通過なんですが、一部のね、特急列車は止まります。特にね、下り列車は大塚停止のあずさ多いので、上りのね、停車は結構珍しいです。上りの大塚停止のあずさはね、京都山駅プラス1本なので、はい。で、これあれですね、勝沼武道橋前後で撮った甲府盆地の夜景です。はい。一応ですが、新日本三大夜景の一つに数えられています。はい、こんな感じでそこそこね、まあ結構ね、広い感じでね、夜景を見ることができる絶好の場所なんですが、まあ、新日本三大夜景に認められている正式な場所はね、山梨市の古津公園ですので、そこから見るともっと綺麗に見えます。ただ見ているね、角度が違うだけで物は一緒なので、まあ、実質的に新日本三大夜景と言ってもいいでしょう。で、勝沼武道橋を間もなく通過し、まあ、通過したかもしれませんが、もうこの景色だけだと分かりませんので、で、この景色が見えてきてしばらく経って、あ、今踏切がありましたので、間もなく円山駅に着きます。まあ、着きますと言っても停車ではないので通過となります。ちなみにですね、現在特急列車は全部で60本、富士海遊とあずさ海事並結は1本として数えてますが、はい、
ちょっとボケてしまってますが、円山駅の通過です。現在ね、伊佐温泉山梨市円山駅に止まる特急列車っていうのはね、もう全特急列車の半分以上です。臨時列車も含めれば7割程度がもう止まってしまいます。伊佐円山山梨市駅を通過する特急列車はもう全体のね半分も実はありません。あずさもね1日2往復定期で止まりますし、臨時も3往復程度止まりますので、もうあずさに関してはまだ通過が多いんですが、特急全体で見ればもう停車の方が多いです。この通りね、今あれですね、橋を渡っておりますが、これは山梨駅通過直後だと思われます。まもなく伊佐温泉駅を通過します。ちなみにね、私ハヤトはねあれですので定期券持ってますので、甲府から伊佐に戻る際は全く問題がありません。ちなみにね、今回はね、あずさ東京週末フリー乗車券使ってるので、これで甲府駅まで使用しております。伊佐とね甲府同じ値段なのでね、で山梨市から竜王の間っていう風にあるので、着駅発駅異なってても実は問題ないんですね。着駅発駅をね選べます。はい、値段が一緒なので、まあ本来はね同じ駅で使うことを想定してるんですが、一応ね問題はないという見解だそうです。はい、まもなく伊佐温泉駅を通過します。伊佐温泉駅はね、京都山駅の特急停車本数が揃えられるまでは一番多かったんですね。で、緑の窓口もね一番最後まで残りました。はい、山梨県3つのね緑の窓口に残った時に伊佐温泉駅は残っておりました。今はねもう廃止されてしまいましたが、現在は甲府と大月の2駅のみ緑の窓口が設置されております。これにプラス1をすると伊佐温泉駅設置というふうにどうやらなったようです。円山山梨市、まあ、山梨市は一足早く、円山庭崎小淵沢もねなくなってしまった後もしばらく残り続けたのが伊佐温泉駅の緑の窓口となります。そのような駅をまもなく通過します。このカーブはね結構中央線でも減速ポイントになるんですが、撮影スポットにはなっております。この減速するね撮影スポットのカーブを通過し終わると、今し終わりましたね、しばらくするとすぐに伊佐温泉駅のホームに入ります。今入りました。伊佐温泉駅を現在通過中でございます。この列車はまあ昔から伊佐温泉駅通過してるんですが、この1本前のあずさに関しては金曜日のみ止まってた時がありました。はい、到着の放送はね取りませんでした。はい、まもなく甲府駅に到着するため、はい、デッキの方で待機したいと思います。いや本当にねグリーン車快適で良かったですよ。まあ、この時のグリーン車のね快適さに関してはもうちょっと私は入って覚えておりませんが、今からですね放送、はい、それではね甲府駅に下車しました。この列車松本行きなので今まだ運転があります。はい、それではね今回あずさ49号の立川から甲府駅までのグリーン車乗車記をお届けしました。どうでしたでしょうか。あ、出発目の入りも鳴ってたんですね。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。概要欄の URL から、甲府鉄道グループ監督特別府が運営する公式 LINE があります。お友達登録よろしくお願いいたします。総裁副総裁が現在運営しております。ちなみにこの列車12両編成のあずさでした。それではね、この電車の見送りが終わったらこの動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。